Hello, everybody, boys and girls, everybody else, and also your niece and nephews. Am I look like an uncle to you? Well, Uncle Roger, to be honest. We on Scarlet Nexus again. As you know, we have finished, but not finished the game yet. And again, not finished the game, to be honest. Not today, not yet. We're on the phase 10 already. Phase 10! And already on. We need to finish the all phases. There's two more phases actually. Need to finish this game. But I'm not gonna play the normal mission. We gotta do a Bond episode. I didn't even finish off most of them. So let's get started anyway. そういえば嵐、あれから強制お休みプログラムの話をしてこなくなったな。そもそも、なんで作ろうと思ったんだろう。俺みたいなやつを休ませるためって言ってたけど。そういえば、俺を誰かに似てるって。そうか。あの人を呼び出してみよう。嵐は嫌がるだろうけど。これがきっかけになれば。なあ嵐、前に俺と吹雪連隊長が似てるって言ってたよな。ああ、そんなくだらないことを律儀に覚えていたのか。確かに似ているよ。真面目で青臭い考え方なんかがね。嵐は俺に真面目すぎて良くないから休めとか力を抜けとか言ってくれたけど、その言葉もあの強制お休みプログラムっていうのも本当は全部吹雪連隊長に向けたものなんじゃないか。面白い考察だね。なぜそう思ったんだ。いろいろあるけど、倒れるまで働いていた吹雪連隊長を見たのが決め手かな。あの人を見ていたら確かに強制的にでも休ませないといけないだろうなって。だったら嵐は俺にするような話を吹雪連隊長にしなくちゃいけないと思う。もしユイトの言う通りだとしても、そんな面倒くさいことはお断りさ。嵐はそう言うと思ったよ。だから勝手なことをして悪いけど、吹雪連隊長をここに呼んだんだ。もうすぐ来るはずだよ。何？失礼するよ。ユイトからメッセージをもらったんだ。姉さんから話があるってことだったけど。吹雪？ふん、知らなかったよ。ユイトは随分とおせっかいなんだね。そっちが先に休めたのなんだの言ってきたんだろう。だからお返しだよ。やれやれ、まったく君は。姉さん、ユイト、これはどういうことなんだい。吹雪、悪いが私からは特に何の話もないよ。嵐、そんなこと言って。まあ確かにいろいろと口を出したくなることはある。でもね、お前に私の価値観を強いるのは違うと分かっているつもりだよ。考え方が違うからといってその生き方を悪いとは思わないし、否定もしない。私ばかりが正しいなどというのは、まあ思い上がりというやつさ。驚いたな、姉さんがそんなことを言うなんて。そうかな。ある実験の過程で得た答えなんだけどね。実験？ああ、なかなかに愉快だったよ。いい被験者がいたおかげだな、あれは。ま、要するにだ。お前はそのまま自分が信じるように
進めばいい。姉さん、嵐。ただ無理はしないでくれよ。お前が倒れても私は支えられないからな、物理的に。ああ、分かってるよ、姉さん。ありがとう。うん。ごめん。嵐の言う通り、ちょっとおせっかいすぎたな。いや、思いのほかすっきりしたよ。面倒だからと避けてきたが、言えずに溜まっていたものが重荷になっていたのかもしれないな。おかげで少し軽くなった。そうか、それならよかった。というわけでこれはお礼だ。受け取りたまえ。お礼？あ、司会が。お休みプログラム簡易版だ。ビジョンがぐるぐる回転するから嫌でも。目が回って。おお、それだよユイト、いいグデっぷりだ。グデユイト呼んでやろう。嵐、本当は怒ってるだろう。頑張っているようだね。頑張りすぎるのもどうかとは思うが。嵐が言うほどでもないんだけどな。ユイトはサボることに対しての自覚が足りないようだね。サボることは悪いことじゃない。自分の力を把握し適度に休むことができて初めて一人前になれるんだ。精進したまえ。ユイトが倒れると悲しむ人間も多いんだ。かくいう私もその一人なんだがね。ユイト、君はなかなか見どころがあるね。だが頑張りすぎは禁物だよ。ありがとう嵐。うん、気をつける。ありがとね。カゲロウと話すべきことがある気がする。なんだ？あの白い花もう見つかったから、他に何か探してる植物とかないかと思って。いや、今は別にないかな。そう、わかった。今思いっきりがっかりされた気がしたけど、なんで急にそんなこと聞くんだ？それはだってユイトのこと手伝いたいから。つぐみにはいつも力になってもらってるよ。戦闘でも花のことでもさ、それで十分だって。でも私、あの。ん？どうした、つぐみ？何が言いたいんだ？あ、ごめん、
別に言いにくかったら無理しなくていいんだ。待って、言う、私言わなきゃ、勇気出したいから。つぐみ、私ゆいとと俺と友達？ずっと考えてた。ユイと優しいし、植物の話もちゃんと聞いてくれた。だから仲良くなりたいって。白い花探したのもユイとの役に立ちたくて。そうしたら友達になってくれると思ったの。そっか、日枝野さんの帰り道であの花にこだわる理由聞いた時もそれを言おうとしてたんだな。うん、あの時嘘ついたわけじゃないけど、一番の理由は友達になって欲しかったから。だから何か探し物とかもっと役立てることがあったら言って、何でも手伝うから。そんなことしなくていいよ。やっぱりダメ？私なんかと友達になるの？何言ってんだよ、ダメも何も、俺たちもうとっくに友達だろ。え？少なくとも俺はそう思ってたよ。つぐみがOKならこれからも友達のつもりでいるけど。でも私いつもちゃんと話せないし、花も結局持ってこれなくて役に立てなかったのに。友達になるのに役に立つかどうかなんて関係ないよ。それに前からずっと普通に話してるじゃん。私の話し方普通じゃないから、すぐに赤くなって黙っちゃうし、目見て話せないし。それがつぐみの普通ならそれでもいいじゃないか。逆にどんなのが普通だと思ってたんだ？使えずに話せて、たくさんおしゃべりできて。そうしないと気持ちも伝わらないから。そんなことないよ、たくさんしゃべらなくたってつぐみの気持ちはちゃんと俺に伝わってるし。本当？だってつぐみはわざわざ俺の曖昧な記憶から花の名前調べて日枝野さんを一人で登ろうとしてたんだぜ。その行動力見たらつぐみがどれだけ俺のこと考えてくれてるか誰だってわかるよ。それにそんなことしてくれるやつなんて友達以外にいないって。そうなのかな。そうだよ、ほら植物だってさ、何も喋らなくたって一緒にいるだけでなんか安心するだろ。うん、だからつぐみも役に立たなきゃとか無理に自分を変えようとかしなくていいんじゃないかな。今のありのままのつぐみでいればそれでいいと思う。なんだか変な感じ、このままでいいなんて思ったことなかったから。私いつも普通になりたくて、そうじゃないとカゲロウ以外の友達できないと思ってたから。さっきも言ったけど俺はつぐみの友達だからさ。だからつぐみに無理しててほしくない。あの白い花だって山の上で咲いてる方が幸せだってつぐみも思ったから
そっとしておいただろ。だから俺、つぐみも自分が生きやすいような自分でいてくれたらなって。ちょっと偉そうだけどさ。ううん、そんなことない。嬉しい。俺の方こそ、つぐみの友達でいられて嬉しいよ。うん、友達。あ、そういえば花のことだけどさ、探してる花今思いついたよ。何？何でも言って。こないだの白い花は持って帰れなかっただろ。だから代わりにこの場所にあった花を育ててみようかなって。アジトの中でも咲かせられる花って何かあるか？もちろん友達としての相談だから別に。いろいろある。アジトの中だと直射日光が刺さないから日陰に強い花がいい。スパティフィラムとか。スパ。でも時々は外に出して日光に当てた方がいい。ずっと日に当たらないと花咲きにくくなるから。土も種類に合った土じゃないと花が疲れちゃう。いい土買える店知ってるから今度教える。初心者向けの簡単なやつがいいんだけどな。簡単な植物なんてない。みんな生きてるから。わかった。つまり本気で接しろってことだな。つぐみ楽しそうだな。植物の話も遠慮なしって感じだ。つぐみも俺のことを友達だって思ってくれたんだな。これで本当にお互い友達同士になれたってことか。よし、それじゃご教授お願いします。つぐみ先生。うん、基礎からみっちり教えるからちゃんとメモ取って。え、あ、はい、わかりました。そういえば、カサネの育ての親が俺のお母さんだって話、カサネとちゃんと話してなかったよな。なあカサネ、今ちょっと時間あるか？ええ、大丈夫だけど、何か用？実はお袋の話をしたくてさ、カサネも話したいことあるんじゃないかなと思って。そうね、なら水葉川まで付き合ってもらえる？え、なんで？二人で話せる場所の方がいいでしょう。それに少し戦闘の肩慣らしをしておきたいの。実戦訓練を兼ねてってことか。あ、じゃあ俺弁当作っていくよ。きっと腹が減るだろう。ピクニックに行くわけじゃないんだけど。まあいいわ。じゃあ1時間後に出発ってことで。よし、せっかくだから腕によりをかけて作るぞ。この辺の会はあらかた片付いたな。
そろそろ休もうか。ほら、重ねの分の弁当。なんだ、重ね黙っちゃったぞ。嫌いな野菜でも入ってたのかな。それとも凝りすぎてドン引き。もっと簡単なのにしようと思ったんだけど、ついつい力が入っちゃってやりすぎたかな。別にいいんじゃないかしら。味も悪くないわ。あ、ありがとう。それじゃあ食べながら話そうか。しかし俺の袋をママなんて呼ぶから驚いたよ。私のママのことをあなたがお母さんって呼んだんでしょ。そんなのどっちでも一緒じゃ。いや待てよ、育てられたのは重ねの方が先なのか。そうね、ママが渡月にいた頃に私を育てて、それから周防でユイトたちを産んだことになるから。ってことは重ねと俺は姉と弟みたいなもんなのかな。ちょっと待って、どうして私が姉なの。だって重ねが先に育てられたんだろ。つまり重ねの方が俺より年上ってことじゃないか。それはそう言われるとその通りね。あまり深く考えたことがなかったわ。結構大雑把なとこあるよな重ねって。まあ海抜群にいると実年齢がいくつかなんて意識することもないしな。私自身記憶がないのよ。ママがいなくなってからランドール家へ養子に来るまでのことは。その間に兄貴と俺が生まれたわけだから10年は経ってたことになるよな。冷凍睡眠でもされてたとか。そうかもしれないわね。私が覚えているのは大事なママがいなくなった辛い気持ちだけ。ああ、でもほらお袋が渡月を離れた結果俺が生まれたわけだから俺としてはありがたいかなって。そう。あ、悪い、ちょっと無神経だったな。いいえ、ママが渡月に残っていたらあなたが生まれていないのは事実よ。だとすると俺も重ねのことをお姉ちゃんって呼んだ方が。やめて、お姉ちゃんはナオミだけ。そんなの私には似合わないから。わかった、もう言わないよ。ふう、食べた食べた。我ながらなかなかだったな。そうね、ごちそうさま。ねえユイト、ママとまた会えたことあなたはどう感じてる。そうだな、世界の危機だし必要に迫られてたけど、正直言えばめちゃくちゃ嬉しかったよ。私もママの顔をこの目で見た瞬間、自分が子供に戻ったみたいで不思議な感じがしたわ。お互い小さいうちしか会えなかったんだもんな。俺お袋と話したいことがたくさんあってさ。私だって。でもその時間はあるのかしら。どうなのかな、いつまでこの時代にとどまっていられるのか。重ねは聞いてないか。何も。もしかしてこのままこの時代にとどまってくれるんじゃないかって思いたいけど。うん、でも正直心のどこかで分かってる。ずっと一緒にはいられないんだろうなって。そうね、でも寂しがってばかりいるのも何か違うような気がするの。ごめん、重ねは偉いな。俺なんかつい締めっぽいことばっか言っちゃって。別に責めてるわけじゃないわ。ただ私は会えなくなることが関係の終わりだとは思いたくない。たとえ一緒にはいられなくても誰かに愛された記憶はなくならないものでしょ。俺も小さかったけどなんとなく覚えてるな。
お袋と一緒にいて自分が幸せだったこと。そういう記憶がある限り、どれだけ時間を隔てても私たちの気持ちはつながってる。そう思いたいの。いいな、その考え方。レッドストリングスなんてなくても心は時間を超えてつながってるのかもな。ええ、言葉にするとチンプだけれど。そうかな、そんなことないと思うけど。でも時間跳躍能力には随分振り回されてきたよな。文句言いたくなることもあるけど、でももう一度お袋に会わせてくれたことだけは感謝したいかな。そうね、大事な思い出が増えたわ。笑わないでほしいんだけどさ、俺直接会って声聞いたらなんかグッときちゃって、正直泣きそうだったよ。本当はちょっと泣いてたんだけど。笑わないわ、私も同じ気持ちになったから。ちょっと街の外でくつろぎすぎたかな。ちょうどいいわ、食後の腹ごなしをしてから帰りましょう。よし、二人で協力してサクッと片付けるぞ。気を抜かないで、ユイト。雑魚ばかりとは限らないわ。サスで連携を取って周囲への警戒も怠らないで。重ねって自分じゃああ言ってたけど、やっぱ結構お姉ちゃんっぽいとこあるよな。何？何か言いたいことがあるみたいだけど。ああ、いや、なんでもない。さあ行こう。ああ、ユイト、ちょうどあなたと話したいと思っていたの。いいよ、何の話？単なるお礼よ。自分でも不思議だと思うんだけれど、ユイトと話しているとホッとする自分がいるの。私にとってあなたは、あなたにとってのバッキーちゃんみたいなものなのかもしれないわね。少しは分かるようになったかしら。コミュニケーションって難しいわね。そうだな、俺も得意ってわけじゃないけど、でも重ねの気持ちは伝わったよ。なあ、カゲロ、これからその時間があったらちょっとお茶でもしないか。野郎にお茶に誘われるってのは新鮮だな。ましてユイトからなんてよ。なんでそんなに意外そうなんだ。そりゃそうだろう、結局俺はお前の父親の仇なんだ。今まで俺があれこれ言って連れ出したりしたけどよ、お前の方は内心わだかまりがあると思ってたぜ。確かにわだかまりはあるよ。前も言った通り、カゲロウがやったことを許したわけでもない。ま、そりゃそうだよな。でもだからこそ
カゲロウがどういう人間なのか、何を考えてるのか理解したいって今は思ってる。それにカゲロウとも街に出かけたりするのは結構いい息抜きになったしね。へえ、そういう話ならチャなんて渋いこと言わずに俺がもっといいとこに連れてってやろうか。いいとこってどこに連れてく気なんだ。それはついてのお楽しみってな。いいとこって言った割には随分寂しい場所に来ちゃったけど俺みたいな奴の言うことをホイホイ信じてどうすんだ。あんなの嘘だよ、嘘。何のために俺をここに連れてきたんだ。お前俺のことを理解したいって言ったよな。だったら話してやるよ。ここなら邪魔も入らない。聞きたいことがあるなら何でも聞いていいぜ。お前にはその権利があるだろうからな。そういうことか。じゃあ一つ聞かせてくれ。この間家族のために渡月を止めたいって言ったよな。ああ、何もかも渡月の計画を止めて家族、娘の存在をなかったことにさせないためにやった。俺は2000年間それだけのために生きてきたんだ。まあそのあたりはもう大体話したよな。ああ、その話は理解できたよ。疑ってもいない。でもまだどうしても理解できないことがある。なんだよ。カゲロウはもう渡月の計画を止めて自分の目的を果たしたはずだろ。だったらなんで今そんなすっきりしない顔してるんだよ。お前って妙なとこで鋭いな。大した坊やだよ。まったくイノセントが過ぎるだろ。まだ何か隠してることがあるのか。そうだな。いや、今まで言ってきたことが嘘ってわけじゃねえんだよ。ただお前に言ってないことがあるとすれば、俺はもう燃え尽きちまったってことかな。燃え尽きたってなんだよそれ。もう2000年経ったんだぜ。俺の家族も俺のいた世界も何もかもが遠い過去だ。全部隠さず言っちまえば今の俺にはもう何もない。何も感じない。腹の底から空っぽなんだよ。たった一つの目的も果たした。今はただ無意味にこの世にとどまってるだけさ。亡霊みたいにな。カゲロウ、家族を失ったことは同情するよ。俺も同じだから。でもそんな言い方許せない。カゲロウは親父を殺した。俺の家族を殺した奴が燃え尽きたなんてふぬけてるのは許せない。言い方が悪かったんなら謝るけどな。それが俺の本心なんだ。聞きたかったのはお前だぜ。それとも今度こそ俺を殺したくなったか。いや、正直に話してくれてありがとう。話ぐらいならいつでもしてやるよ。サシの勝負でコテンパンにされちまった身だからな。さてと、んじゃ真面目な話はこの辺にして、今度こそ町に繰り出すとすっか。え、今からか。切り替え早すぎだろ。この流れでよくそんな気になるな。最初からいいとこ連れてくって言ってただろ。人の話はよく聞いとけよ、ゆいとくん。いや、さっきは俺の言うことなんか信じるなって言ってただろう。
さあさあ、今日はスオで大人のプレイスポットを教えちゃうからな。二人でブイブイ言わそうぜ。遊びは現実逃避なんて言ってたけど、本当はもともとただの遊び好きなんじゃないのか。ゆいとくん、お疲れなんでない？ちゃんとバッキーちゃんで癒されたりしてる？してるよ。バッキーちゃんさえいれば気力充実だから。いや、お前さんほんと変わってるよな。これが育ちの良さってやつか。ま、バッキーちゃんで元気が出るなら、俺もバッキーちゃんグッズを見つけたら回収しといてやるよ。ユイトと俺って結構いいコンビだと思わねえか？そういうことにしておくよ、カゲロウ。ユイト、少しいいですか？難しい顔してるな。何かあったのか？ええ、実は極秘で処理しなければならない問題があるんですが、少々厄介な内容でして、僕一人では少し手に余るかもしれないので、ユイトの力を借りられればと思うんですが、どうでしょう？もちろん俺で役に立つなら。でも厄介な内容って一体何があったんだ？実は少し前から旧海抜群病院で行われていた研究について独自に調査していたんです。その調査の過程で、とある研究データが青蘭側のスパイによって持ち出されたことが分かりました。ここでは詳細は話せませんが、極めて危険度の高いものです。一刻も早く消去しなければなりません。ってことは青蘭の研究施設に潜入することになるのか。ええ、特異生命研究施設にあるはずです。わかった。メンバーは俺とルカの二人だけか？ええ、その方がいろいろと都合がいいので。そうか、極秘の作戦なら知る人数は少ない方がいいってことかな。そう思ってくれて結構です。ではすぐに出発しましょう。今さらだけど、潜入に気づかれないように隠れながら進んだ方がいいかな。いえ、前回も通った怪異の多いエリアをあえて選んでいますから大丈夫だと思いますよ。
取れたのは素晴らしいですね。それやっちゃってよ、いた。ルカ、よろしく。油みたいなものをかけてきやがった。あれを食らうとベストベトになるぞ。やっ、サポート撃が効いて、今の場所が弱点か。やっ、任せろ。
怪文の力あれだけでいい調子だ。ここで出し切る。まだうまく火をつけたな。最後はユイトが決めましたね。ルカよろしく。
任せるわユイト。うまく使ってください。喜んで。あとは君に引き継ぐよ。ありったけで。よし。目を使わせてくれ。遠慮なく使ってくれ。うまく使ってください。花火いつもだ。行けるぞ。
にダメージを確認。このままぶっ壊せ。ぺちゃんこだ。外角の破壊に成功。一気に攻めろ。いける。まだです。まだだ。自分の力。予想以上に怪異の数が多い。やはりユイトに一緒に来てもらったのは正解でしたね。あまり道中で手間取ると潜入を察知されて研究データをよそに移されるかもしれませんから。ついてきた甲斐があったな。そういえばなんで旧海抜群病院の研究なんて調べてたんだ。そうですね、ユイトだから正直に話します。こんな言い方で気を悪くしたらすみませんが、ユイトを見ていて考えてしまったんです。自分もいつか超能力を失う日が来るかもしれないと。そうか、同じベルペッパーだもんな。ええ、その不安を拭うために政府が行っていた超能力に関する研究を自分で調査し始めました。
その中にもしかしたら無能力症を根本的に治療するような方法があるのではと期待して。なるほどな。あ、だから今回俺に協力を頼んだのか。はい。こんな風に理由を聞かれた時、秘密を知っているユイトなら嘘をつかなくて済むので。すみません、勝手な理由で手伝わせてしまって。いいって。どんな理由でも頼ってくれて嬉しいわ。それで期待通りのものは見つかったのか。いいえ、残念ながら代わりに正反対のものを見つけてしまいました。もしかしてそれが今回の。ええ、薬剤を使って人の脳から超感覚刺激ホルモンを除去し、能力を完全に消し去るという技術です。あ、能力を消すって。なんでそんな研究をしてたんだろう。敵対する超能力者を無力化する軍事用の兵器として転用するつもりだったようですね。それを今は研究を盗んだセーランが進めてるってわけか。こんなものが実用化されれば、超能力を武器とする僕たち海抜軍にとっても大きな脅威になりますし、何よりベルペッパーとして差別されながら生きる人間を今以上に増やすことになります。そうだな。こんな研究絶対にやめさせなきゃ。早いとこデータを見つけ出して消去しよう。調査をして潜入作戦まで立てて実行しちゃうんだからこう見えても海抜軍としての爆発だけは踏んでいますからね。さあ、まだ気を抜くのは早いですよ。任務遂行までもう一頑張りお願いします。ここが盗んだデータを研究してるラボなのかな。そのはずです。誰もいないようですね。今のうちに済ませてしまいましょう。これは、ちょっと待ってください。どうしたんだルカ。どうやらセーランの研究はすでに僕の予想よりもずっと進んでいたようです。このデータは薬剤を無差別に散布して町一つを丸ごとベルペッパー化する兵器の開発計画です。これを応用すればニューヒムカの人類全体をベルペッパーにすることさえ可能かもしれません。なんてこと考えるんだセーランは。そんなヤバいものすぐに消去しよう。どうしたんだルカ、早くデータを。いえ、ちょっと変なことを考えてしまいまして。ユイトはこんな風に思ったことはないですか。もしこの世に能力なんてものがなかったらって。ちょっと待てよルカ、急に何を言い出すんだ。僕にはあります。物心ついてからずっと超能力に悩まされてきましたから。
今の社会は能力の優劣にとらわれてしまっている。能力のあるなしで差別され、人生が左右されてしまう。でも人類全てがベルペッパーなら、もう誰も能力のことで悩む必要はなくなるんじゃありませんか。能力なんてものさえなければ起きなかった悲劇をユイトもたくさん見てきたでしょう。落ち着いてくれよルカ。自分が何言ってるか分かってるか。僕は落ち着いていますよ。だったらそんな兵器なんかで悲劇がなくなるわけないって分かるだろう。悲劇を起こしたのは能力じゃなくて人間だよ。無理やり能力を消したって何も解決なんかしない。ルカがずっと悩んでたのはわかる。俺も超能力を失うことを考えたら不安になるし、でもだからってみんなの能力をなくせばいいなんて、そんなのは絶対間違ってる。誰よりも能力の優劣にとらわれてるのは本当はルカ自身なんじゃないのか。すみません、今のはちょっと趣味の悪い冗談でしたね。え？冗談だったのか。なんだよ、脅かさないでくれよ。もう安心してください。研究に関する全てのデータはバックアップも含め後も残さず消去しました。そうか、ほっとしたよ。では帰りましょうか。怪異だらけの中での瞬間移動は危険ですから、元来たルートで脱出しましょう。ああ、分かった、行こう。今のルカの話全部冗談だったにしては妙に気持ちがこもってたよな。実行する気はなかったにしても、ルカは本当にそうしたいぐらい苦しんできたのかもしれない。これで無事終了ですね。お疲れ様でした。何事もなくてよかったよ。さっきはちょっとびっくりしたけど。なんとなくユイトをからかってみたくなったんですよ。それに今だから言いますが、正直ユイトには少しばかり反感を持っていました。え？反感というよりひがみですね。僕は幼い頃からずっと研究のための実験動物みたいなものでしたから、同じベルペッパーでもユイトはそれを気に病むこともなく家族に愛されて育ってきた。そんなあなたに僕の気持ちがわかるはずがないと心のどこかで思っていたんです。そうだったのか。ごめん、俺ルカがそんな風に思ってたなんて。ユイトが謝る必要は何もありませんよ。さっきのユイトの言葉で僕も気づかされました。違う生き方をしてきたからこそ僕と違う見方ができて、そんなユイトから学ぶことがあるのかもしれないと。能力の優劣にとらわれているのは僕自身。ユイトの指摘は確かにその通りだと思います。あはは、勢いで偉そうなこと言っちゃったな。僕の方こそ子供じみたことを言ってお恥ずかしいです。セプテントリオンがこんな人間でがっかりしましたか。いや、ルカの本音が聞けてよかったよ。今後も遠慮なしで話してくれると嬉しいな。本当にユイトはまっすぐですね。そういうところも少し見習ってみましょうか。というわけで、せっかくですからここからアジタまで
まっすぐランニングで戻りましょう。え、アジトまでって結構あるぞ。せっかくルカと一緒なんだし、瞬間移動で。スタミナも筋力と同じぐらい大事なんですよ。さあ行きましょう。1212。遠慮なしってそういう方向。ユイトは海抜群の一員であることに嫌気がさしたりしませんか？まあ理想と現実はいろいろ違っていたけど、でも海抜群に入らなきゃできないこともあったからな。そうですね。ユイトは自ら望んで海抜群に入る道を選んだんですよね。海抜群の現実を見てそれでも折れないユイトを僕は尊敬しますよ。ユイト、僕はあなたといろいろな話をしてみたいです。あなたもそう思ってくれているといいのですが。もちろんだよ、ルカ。ルカは俺にない知識もたくさん持ってるし、話していて楽しいよ。ユイト、話したいことがある。なんだよ、また何か嫌味でも言いに来たのか？違う。他の奴らに聞かれたくない。ムスビーズへ行くぞ。ついてこい。おい、ちょっと！何勝手に決めてんだよ。ああ、もう仕方ない奴だな。それで今度は俺に何の話なんだ？この間お前と言い合いをしただろ。ああ覚えてるよ。あの続きをしたいわけじゃないよな。俺はもう嫌だぞ。ああいうのはうんざりだ。そうじゃない。あの時は僕も感情的になりすぎた。だからその悪かった。今なんて言った？悪かったと言ったんだ。何かおかしいか？僕だって
自分の過ちを認める度量はある。いや、俺もちょっと言い過ぎたから。でもそんな素直に謝ってくるなんて意外だよ。あの時お前を苦労知らずのお坊ちゃまと言ったが、お前の境遇を考えると僕の方が間違っていた。両親を亡くして今度は自分の記憶もなくしかけて、お前はお前でいろいろと苦労してきたんだからな。まあそう言われてみるとそれなりに苦労してるのかな。僕の謝罪を受け入れてくれるか。ああ、気持ちは受け取ったよ。言っておくが、僕が謝ったのは間違っていた部分に対してだけだ。お前が鈍いのは真実だから謝らないぞ。その言い方、ちょっとは改善しろって。ま、そこは性格なのかな。苦労といえば、お前、ベルペッパーだと言っていたな。それがどういうことか、ちゃんと理解してるのか。え？そりゃ、そもそも生まれつき能力がないってことだろ。本当に分かってるのか？一言のように言って。一般人よりもハンデを負ってるんだ。無力なんだぞ。まあ、ここのもとない気持ちはあるけど、もしかして心配してくれてるのか？違う。ただ僕はお前がそんな風に軽く言っているのが理解できないんだ。建前はどうであれ、無能力者は見下され差別される。お前がスメラギ家だろうとお構いなしだろ。口ではおべっかを使っても内心じゃバカにされるんだ。そんなこと僕なら耐えられない。今までとは違う目で見られるだろうとは思ってるよ。でも俺って人間が丸ごと変わるわけじゃないからな。超能力があるとかないとか、スメラギ家がどうとか、そんなのは関係なく、俺自身を見てくれる人もいるさ。お前はタフなのかバカなのか。散々ひどい目に遭ってるのによく平気な顔をしていられるな。お前を見ていると僕も簡単に弱音を吐いたりなんてできないって思わされる。褒め言葉だと思っとくよ。それにしても試練にも弱音を吐きたくなることがあるんだな。別に弱音を吐きたくなってるわけじゃない。不満に思っていることならあるけどな。今までずっと努力してきても僕の実力は海抜群で正当に評価されてはいない。歯がよくて腹が立つ。ああ、うん。自分の力が認めてもらえない気持ちは俺にもわかるかもしれない。スメラギ家の人間ってだけで俺自身の努力を見てもらえなかったりするしね。この間の試練みたいに。お前も結構な嫌味を言うじゃないか。先輩として一つ助言してやる。自分が認められていないと思うなら、誰もが認めざるを得ないぐらいに強くなれ。それが唯一の方法なんだ。僕はずっとそのために努力してきた。これからもそうするつもりだ。へえ、試練って意外と熱いところがあるんだな。意外？どうして意外なんだ？いや、試練はもっとクールなんだと思ってたよ。案外俺と試練って似てるところがあるのかもな。ふざけるな！どこが似ているんだ？お前みたいなお坊ちゃまと一緒にするな！わかったわかった。似てない似てないよ。全然。だって俺、そんなに口悪くないし。何？この間のアドバイスだってもっと優しく言ってくれれば。あ、そういえば俺まだお礼を言ってなかったな。
あの時は冷静に聞けなかったけど、嫌味を除いたら結構的確なアドバイスだったよ。ありがとな。当然だ。僕は常に今より上を目指して戦い方を研究し続けてるんだからな。ああ、その辺はさすがだと思うよ。またそのうちにアドバイスしてくれるか？いいだろう。だが今度も容赦はしないぞ。その時になって泣き言を吐くなよ。ああ、覚悟しとく。頼りにしてるよ、紫蓮先輩。人の顔を見た瞬間、眉間にシワを寄せるのはやめろ。それはそっちも同じだろ。お互い様というわけか。お前と似ていると思うと腹が立つが、まあお前が僕の感性に近づいてきたとも言えるな。せいぜい頑張って僕のいる高みまで登ってくるといいさ。ユイト、お前の第一印象は最悪だったが、今は最悪から一つ格上げしてやってもいい。言い方ってものがあるだろう。まあマシになったならありがたいけど。ユイト、今から少し時間あるかしら。どうしても話しておきたいことがあるの。どうしたんだ、改まって。ムスビーズに行きましょう。そこで全て話すわ。私がずっと隠していたことを。強化が隠してたことって何なんだ。今までずっとあなたにどう思われるか怖くて言えなかったのだけれど、私は昔渡月の命令であなたのお母様若菜スメラギを監視していたの。おふくろ？ええ、彼女が渡月から脱走した後すぐに渡月は私を周防に送り込んだのよ。私は彼女の様子を探って渡月に逐一報告したわ。彼女の行動、彼女の生活、それに家族のことも。そうか、それで京花は俺の子供の頃のことを知ってたんだな。ごめんなさい、ずっと黙っていて。いや、話してくれてよかったよ。正直驚いたけど、当時の強化の立場を考えれば仕方なかったんだろうし。ありがとう。罪滅ぼしになるかわからないけれど、もし何か知りたいことがあったら何でも答えるわ。知りたいことか。そうだな、これちょっと言うのが恥ずかしいんだけどさ。え、何かしら。おふくろのこと
聞かせてもらってもいいかな。直接会えたけど落ち着いて話す時間がなくてさ。ええ、もちろんいいわよ。どこから話しましょうか。お母様とお父様のロマンチックな出会いから。いや、そこまで遡らなくていいから。俺が生まれたあたりからで。そうね、あなたは入院続きだったけど、とっても可愛らしい赤ん坊だったわ。そんなあなたをお母様はすぐそばでずっと優しく見守っていた。あなたとお兄さんが成長する間も、お母様はどこかで渡月の影を感じていたと思うわ。それでも彼女は恐れや不安を見せることなく、あなたたちに愛情を注ぎ続けた。立派な人だわ。あのさ、もしかして杏花も俺たちのことお袋と似たような気持ちで見守ってくれてたのかな。いや、なんか今の話し方すごく優しかったからさ、違ってたらごめん。そうね、確かに感情移入していたのかもしれないわ。何年もあなたたち家族をそばで見ていたから。今でも思うわ、若菜さんにはあのまま幸せに生きていてほしかったって。だけどあの頃の私には渡月に逆らうなんて発想さえなくて、ただ見ていることしかできなかった。杏花が責任感じる必要はないよ。今の杏花はその頃とは違うんだし。そう言ってもらえると少しは自分を許せそう。ありがとう、ユイト。俺の方こそ、お袋のことを聞かせてくれてありがとう。またそのうち話聞いてもいいかな。ええ、いつでも。私も話したいことがたくさんあるわ。あなたが初めて歩いた時のこと、あなたがおむつを。ちょ、そういう話はいいってば。俺、もしかしてすごい弱みを握られてる？ちょうどよかったわ、ユイト。今日のあなたのラッキーカラーは赤で、良い運気の方角は南よ。それはありがとう。具体的には何をすれば？赤い食材を食べて南に出撃すればいいんじゃないかしら。私、何か作りましょうか？いや、気持ちだけいただいておくよ。ユイト、私には何でも話してね。恋の悩みとか、昨日見た夢の話とか。わかったよ。今はないけど、杏花も遠慮しないで俺に相談してくれよ。Well, that was longer than I thought. So, if you don't know, I didn't notice it on the game. I finished on the challenge. What the challenge is?
I really finished all the challenges without noticing. And one thing, I got 261,078 I don't know what the currency on that one. Please let me know. So I gotta finish the video for now because I gotta save it late for one thing. Okay, well, one thing to say, but who knows. So thank you so much for watching this video. Be sure to smash a like, subscribe if you are new, follow me Facebook, Twitter, and Instagram. The link in the description box below, and see you guys soon. Assalamualaikum and goodbye.